マイファミリー。真犯人は吉野捜査一課長でした。全く何のひねりもなく、普通に考えれば出る答えといった感じです。ということで、今回は吉野捜査一課長を時系列で追ってみたいと思います。2023年4月28日金曜日、ハルトがなんでだよと叫んだ日です。その朝7時31分、阿久津が葛城に電話をして、美咲ちゃんの誘拐が警察に発覚します。そして美咲ちゃんの監禁現場に吉野は9時前ぐらいにはついていたと思われます。まずは監禁現場を確認して美咲ちゃんがいないと。そして美咲ちゃんが外で転落しているのを発見します。その発見した後に9時に東堂樹に電話をかけています。その後10時に今度はハルトに電話をかけています。この時点で朝の7時31分には間違いなく捜査本部にいました。その後どのぐらいかかるんでしょう。1時間ぐらいとしても7時31分電話ですから、1時間としては8時半、8時45分、まあそのぐらい、1時間ぐらいで多分つけるような場所だったのではないかと思います。この間捜査一課長が本部にいなくても大丈夫だったのでしょうか。2023年4月29日土曜日、この日吉野がパソコンとタブレットという話の中でタブレットにのみ反応するということで、それに気づいた葛城補佐が吉野一課長を疑うということにつながりました。2023年4月30日日曜日、17時50分、みちるを吉野が誘拐ということで、この日吉野は東堂樹になりすましてみちるに電話、そしてその後みちるを外へとおびき出し、みちるを誘拐しました。おそらくみちるは吉野の車のトランクに閉じ込められていたものと思われます。その後警察が鳴沢家に来ましたが、その時吉野から原本から L2 へという無線が入っています。ということはこの時はまだ吉野は警察の捜査本部にいるということになります。そしてハルトは18時2分自宅に向かい、18時17分自宅から離れています。2023年5月1日月曜日、朝の6時35分吉野は警察本部にいました。そして10時にハルトに電話をしてきます。この10時の段階で果たして吉野一課長はどこにいるのか、捜査本部が立ち上げられているはずなので捜査本部にいなければならないはずなんですが、そういった描写はありません。続いて10時30分に国際マス釣り場に着きます。そして国際マス釣り場に黒のゴミ袋とスタンガンとか、あと結束バンドなどが置いてありました。果たして吉野はこのマス釣り場にいつこのゴミ袋、スタンガン、結
結束バンドなどを置きに来たのでしょうか。5月1日の朝6時半頃にはもう吉野は警察本部にいました。ということはその前に置きに来たのか、それともその後ハルトに電話をしている時、そういった時に先にマス釣り場へ行ってこの黒のゴミ袋を置きに行ったのか。ちなみに2023年5月1日の日の出の時間は4時51分です。4時51分を超えればもう周りは明るくなっていますので置けないことはないでしょう。そしてこの5月1日、吉野捜査一課長はどうやって捜査本部を抜け出したのでしょうか。捜査一課長がいなければおかしいと疑われると思うんですけれども、そういった感じはありません。ということはこの後休みを取っていたということなんでしょうか。でなければさすがに指揮を取る責任者ですから捜査本部を離れるのは無理だと思います。10時34分に葛城補佐から連絡が入ります。これを見る限り葛城補佐はすでに吉野捜査一課長を追っているようです。そして春とも葛城補佐の車に乗り、一緒にみちる、そして東堂の監禁されている場所、つまり吉野一課長がいる場所に向かったということは、証拠をつかむまで吉野捜査一課長を泳がしていたということでしょう。そして11時19分、三輪がおとりになって他の警察官を引きつけ、葛城を中心とする B 班が吉野確保に向かいました。そして11時21分吉野栄太郎を逮捕ということになりました。そして今回のこの最終回で分かったこと、まずはこちら、決めるのは私ですというのは小春ちゃんが言った言葉だったんですね。最終回でも何回も出てきました。次はこちら、三輪がサンドイッチを食べるところ、そして日下部管理官もサンドイッチを食べるところ。三輪の場合はかなり前の段階で出てきましたんで、これでサンドイッチマン富澤さんが犯人だということを示していたのではないでしょうか。そしてその吉野捜査一課長が逮捕された後にも日下部管理官がサンドイッチを食べていました。吉野は冷静沈着で計画的に見えて、実は臆病で身の保身のために嘘を上書きしていくような弱い人間と、そして急に起きたことには対応できずに焦ってどんどん犯行が荒くなっていくと、根っからの悪人ではなく本当に普通の人という感じがしました。吉野の動機は不倫が家族にバレるのが怖かったということですが、その後ハルトの言った言葉が身に染みます。怖がる存在じゃないんだよ家族は。この言葉が非常に心に染みました。それではまとめてみましょう。2023年5月1日月曜日、みちるを監禁場所に運んだのは前日だったのでしょうか。そして朝の6時35分、吉野は警察本部にいました。しかしもう一箇所、探さないでくださいのメモを置く必要があります。
これも前日のうちに持って行ってセットしたのでしょうか。そして10時にハルトに電話、10時30分にマス釣り場へ行けと言っているので、10時30分までに吉野はゴミ袋を置く必要があります。おそらく草場の陰から見ているような描写があったので、直前に行ってゴミ袋を置いて草の陰から見ていたのではないかと思います。そしてその後10時34分マス釣り場を後にして葛城から連絡が来ます。その間に吉野は東堂をミチルがいるところへ、同じ場所へ連れて行かなければなりません。かなり時間がギリギリですね。11時19分には、ミワがおとりになっていたこの探さないでくださいのメモが置いてある場所に警官たちが行きました。そして葛城たちは吉野がいるこのミチルと東堂の監禁現場の方に行ったわけですが、これかなり時間が本当にギリギリです。これを一人でやったということですね。つまり仲間はいないということだったので、この朝からずっとこの逮捕されるまで、いやもしかするともう前日からですね、ずっと全部一人でこれをこなしていったということになります。本当にこれを一人で全てやったということになりますが、本当に朝から逮捕されるまで非常にもうギッチギチのスケジュールです。つまり自分の罪を隠すためにここまで必死になって動いていったということになるのでしょうか。出演者の皆さん、スタッフの皆さん、3ヶ月間面白いドラマをありがとうございました。